おはようございます。今日は栃木県の旅。栃木県面白いですよ。栃木県の観光といえばまず思いつくのが日光ということで、まずこの東武浅草駅から日光に行くんですが、日光から先にもこのように温泉が異常に大量に湧いているようなエリアがありまして、今回の主な目的地としてはそこら辺を考えています。東武日光ね、あ、もう切符が買えなくなってるな。5分前を切ると特急券が買えなくなるのかな。大丈夫でした。違うところの券売機で普通に買えて普通に乗れたんですけれども、ただね、今日はもうかなり混んでるみたい。平日の朝ですよ、そんなに乗ってるとはね。とりあえずスカイツリーと隅田川だけは見ときましょう。浅草から特急に乗るんだったら見といた方がいいですよ。いい景色ですよね。東京の名物です。僕の席は4号車の1番の A 席なんですけれども、4号車の1番の A 席、今この画面に映っている左側なんですが、相席で行くことになるみたいですね。まだ全然お客さんは乗ってないんですけど、この先北千住、あとスカイツリーでゾロゾロ乗ってくるはずです。まさかそんな相席になるレベルだとは。日光繁盛してますね。今回は栃木県さんからの案件ということで宣伝なんですけれども、そんなことする必要ないんじゃないかな。まあどの道面白いところですから見ていただこうと思います。スペーシアン号、この間まで車内販売があったんですが、今なくなりました。まあ、またいつか復活するはずなんですけども、このスペースが今使われていませんので、日光までここに2時間経ってこうかな。次は北千住に停まります。いや、意外とね、こういう場所いいなと思ってまして、椅子は設置されていませんけれども、こんなところでわざわざ2時間も過ごす人いるわけないじゃないですか。だから座りさえしなければ、まあ、ほぼ常識的な範囲で自分専用のスペースとして使うことができちゃいます。常磐線の電車だとかね、なんかそういう風な興奮するようなことがあっても大丈夫です。他の方に迷惑はかかりません。今朝ラッシュの時間ですね。平日だから特急もガラガラだと思ったんだけど、全然違うからびっくりでしたよ。ということで北千住です。ここからお客さんが大量に乗ってきます。多分皆さんも日光方面に特急でお出かけになるなら北千住が選択肢に入る方は多いと思いますね。こんな感じですよ、乗ってくる人いっぱいだ。意外と観光だけじゃなくて仕事出張で乗るって人も多いんだろうな、格好からして。浅草から1時間48分で東武日光に着きます。この左側に日光街道がそろそろ見えてくるはずです。もうあるんじゃないかな。ちなみに先ほど山並みがよく見えたところ、この辺りを地図で見ていただくと、この列車も止まった下今市という途中駅があるんですけれど、ここから右手方面に分岐して鬼怒川温泉方面に進むのが今回の旅行の主な目的です。しかしここまで来て日光山を見ていかないというのもなんだか旅行としてはいまいちですから、ちょっとまずは寄り道ということで、まずは東武日光に向かっているのであります。左側に日光街道の杉並木、大江戸日本橋から続いてきた日光街道はもうすぐ日光の新京で終点となります。見に行きましょうね。さっき車内放送でどうぞ楽しい旅をお続けください放送してましたが、ああいうのはね、東武名物。他にも浅草駅から特急に乗ると、これより東武日光に向かいます、ちょっとハイテンションでここから放送が流れてくるんですけど、取り逃しちゃいました。面白いんでよかったら浅草駅から電車乗るとき注目してみてください。東武日光着く前の景色相当いいですよ。でまたその左側のところに JR 日光駅があります。東武鉄道の完全なライバルなわけですが、これもね、昔から皇族方のご利用を想定して作られた豪華な駅舎が使われていまして、これ自体が観光地となっているようなところです。ただ東京からやってくるんだったらば東武を使う方が楽な場合が多いかな。 JR 駅よりさらに日光山に近いところに、今ちょっとあそこに見えていました東武日光駅があります。東武日光着きました。なんでお客さんがあんなにたくさん乗ってんのかなと思ったんですけど、そうか、みんなもみじ狩りに来たんだな。今日は混んでいたのであまり座席にしっかり注目することはしませんでしたが、
乗ってきた特急スペーシアの座席はこのように豪華な作りになっています。早くて快適な割には料金も安いということで、スペーシア絶対乗った方がいいと思いますよ。 あとねこれもちょっと教えておいた方が面白いかなと思ったんですけど、僕の座った座席こういう一番前のところだったんですが、ここだけ足元がすごい狭くなってますんで、他のところ広いんですけれど、これは注意して予約した方がいいかもしれませんね。日光に来たら毎度食べたいのは揚げゆばまんじゅうですね。これはもう僕が美味しいので個人的にただ紹介しているだけで、まあ、一切宣伝でもないというか、皆さん美味しいんで食べたらどうですかというお誘いなんですけれども、この駅前の栄屋さんというところで売っています。僕は高校1年生の時に初めて食べたんですけど、もう美味しくてねびっくりしましたよ。まずは二社一寺を見に行こうと思ったんですけれども、しかしなかなかのすごいな。でもそこまで混んでるってことじゃないかな。どっちかというとこの行列用のコーンの迫力に圧倒されているだけだ。東武日光の駅から日光山の下のところまではもうすぐです。5分とかかりませんでしたよ。日光の定番の見物としては新京バス停で降りるのがいいでしょう。そうすると目の前に日光街道終点の新京があります。日本三奇橋の中の一つに数えられることもあるこの新京、見どころがですね、僕はこれが見どころだと思うんだよな。世界文化遺産の新京は明治時代に建てられたもので今でも使われています。300円ぐらい払うとね、中をあの登ってこんな感じで見学することができるんですけれども、その横にありますこのコンクリート製の出っ張りですね、今は夜新京をライトアップするのに使われていますが、もともとここから向こう側にかけて橋がかかっていまして、ここに路面電車が通っていたそうです。路面電車は向こう東武日光の方面からここで新京の横をかすめて、その後はこの山道の方へ進んでいたのだといいます。ちょっとねここから先はあの狭くなるんでこんな感じなんでちょっと怖いんですけれども、広くなっているところで車の邪魔にならないように注意して見物するといいかなと思います。ちなみにこれ補鉄の達人さんですね、あのホームページに掲載されていたもの、もともとは東武鉄道の写真ですが、昔はこんなだったといいます。この電車が走っているこの部分、このトラックぐらいのところかな、そこに私がいるわけです。というのを見たところで、これより左側にあります日光山に入ります。日光は日光東照宮が有名です。で、僕が勝手に想像するに、日光に観光にやってくる人の3分の1ぐらいは日光のお寺神社は全部東照宮だと思ってる方もいるんじゃないかと思うんですけど、実際には日光東照宮と輪王寺、それから二荒山神社と3つの宗教法人がまとまって1箇所にあるという、まあ、ちょっとね入れ混じったような感じになっています。まあ、イメージとしては三井、三菱、住友の3社が全部同じオフィスで勤務してるみたいな感じですね。天然の山に作られたところですから、見学の際には多少の階段、坂道を承知しておいた方がいいでしょう。歩きやすい靴で来るべきですね。いいですね、観光バスがたくさん。こういうバスで来ている方たちは基本的には急な坂道はそこまでは歩かなくて大丈夫でも、まあありますけどね。修学旅行の方たちが大勢いい時期にお越しになりました。僕もあちらの黄色い帽子の皆さんと同じく小学校6年生の時に初めて修学旅行で日光に来たんですが、当時はね輪王寺の一番大きな建物が工事中でしたね。今から映すこれなんですが、内部は撮影禁止になっていますが、立派な仏像が安置されているここが三仏堂、東日本で一番大きな木造建築だそうです。1645年に建てられましたから築300数十年ということになります。僕が小学生の頃から大学2年生の頃までずっと工事をしてまして、平成の大修理をやってました。僕も見るのはこれが初めてだな。当然ながら国の重要文化財に指定されています。されてなきゃおかしいですよね。石段の下から見るとよりその巨大さに圧倒されるところであります。この輪王寺の敷地はとりあえずこの辺まで。一旦輪王寺の境内を抜けて別会社東照宮の敷地の方に進んでみましょう。まあ企業会社じゃないですけどね。輪王寺は相当大昔からここにあったお寺だそうで、まあ、そもそもは江戸時代とか江戸幕府とか全く関係ないお寺だったそうです。それよりも1000年ぐらい昔からありますからね。一方でこれから拝観することになる東照宮は、ここに三つ葉葵の御紋がついた看板があることからも分かるように、江戸時代になってから比較的新しい時代に徳川家が作ったものです。なんかここに書いてありますね。上から三つ葉葵でかぶせてます。またそのすぐ横にも標高は634メートルです、東京スカイツリーと書いてありますが、こっちは徳川家ではなくて東武の根付けの発想で作ったやつかな。日光界隈における東武鉄道グループの影響力の強さが分かります。またこの葵の御紋は何なんだろうなと、よく見てみたら別格官兵舎と書いてあるのを上から潰してるみたいですね。戦前の明治政府というか、まあ日本政府の意向で大日本帝国時代にああいう言い方があったのでした。今はないから上から消してるんでしょう。敷地に入るとまた早速別の看板、江戸と日光新たなつながり、五重塔とスカイツリーのコラボレーションです。入ると早速目につくのは五重塔です。東照宮は当然神社なわけですけれども、
お寺にありがちな五重塔が神社の中に立っています。要は輪王寺や東照宮などが昔江戸時代には全部一緒になっていましたので、その時代の名残ということなんでしょうね。拝観料は1300円ですが、35名以上の団体ですと1170円になります。そこにやってきた人たちに片っ端から声かけて、35人の徒党を組んで団体で来ましたって言ったら安く入れるんじゃないかっていう考えもあるんですけど、普通そういうのは団体はあらかじめ連絡してから入りますから、せこい考えはやめておきましょう。これが絢爛豪華な東照宮の入り口です。表門、有名な見ざる言わざる聞かざるとかいろいろありますが、それのすぐ裏側のところにも想像で作ったという象の絵がありまして、まあ、当時江戸時代日本に象がいなかったので想像で作ったらしいんですけれども、それにしてはよく描けています。まあ、描けているというか、これを作ったのは狩野探幽だそうです。日本史の授業で教わりましたね。僕の学校はレベルが低かったから狩野探幽は教わらなかったですけど、至る所が金ピカの東照宮、さまざまなところに銅だとばかりに三つ葉葵の御紋があります。徳川家の栄光を見せるためにこういう風にしたのか分かりませんが、もともとはこんな豪華な感じではなかったらしいんですけども、徳川家光が豪華にするべきだということで超短期間でこんな豪勢なものを作ったそうです。その中でも特に見ていくべきは、皆さんもご存知陽明門ですが、これは一日中見ていても飽きることのない立派で豪華な門であるということから、日暮らしだとかよくそういう風に言われてますね。一日中確かに見られそうです。全部理解するには2日ぐらいかかるんじゃないですか。実際のところあまりにもその出来栄えが作り込まれすぎていますからね、もはやゲシュタルト崩壊という感じですが、ここに東照大権現と書いてあります。徳川家康のことを書いたこの言葉、これ筆を取ったのは後水の天皇だそうです。後水の天皇は昭和天皇の次に歴代の天皇の歴史の中で長生きした人だとされています。ただ一日中見ていられるとは言っても見るべき時間があるかなと思いまして、僕が思うにね、午前中11時ぐらいに来るのがいいんじゃないかな。もうちょっと後のがいいかな。日の光が南側からビカッと当たる瞬間を狙うといいですよ。今ちょうどそういう方角ですから。二社一寺の建物、基本的には主なものは南向きかと思います。特に東照宮はそうですね。この日光の地から上の寛永寺の方面を徳川家康が神となって見守るという意味があるのだそうで、だからその方向を向いて南向きなので、この時間帯に来ると特に写真映えするわけですね。ものすごい数の人たちが注目をしているのは眠り猫です。これ有名ですよね。抜けたところに徳川家康のお墓そのものがあります。お墓まで行きたかったんですけれど、今日はねこの先温泉のさまざまなところに見ていくのが一番の見どころとなりますから、それぐらい見どころが多すぎて今日は家康のお墓まで行くのは断念せざるを得ないということです。そこを省いてしまうぐらいに栃木県には見どころが多いということですね。陽明門の柱と一緒で完璧じゃない方がその姿はより強調できるかもしれません。陽明門も柱のうちの一つが逆向きにセットされているというのは有名ですよね。わざと完璧に作っていないらしいです。さっき言ったように徳川家康はそんな豪華な社寺を作る必要はないと考えていたそうなんですけれども、徳川家光がこれを家康の20回忌に合わせて超豪華仕様デラックスなものに改造してこうなったわけですが、その改造をしようというのを決めてから20回忌までの期間もすごく短くて、短い間にこれらのものを全部作り上げてしまったそうですね。一体どれぐらいお金かけたんだろうかと思います。さて輪王寺、それから東照宮と見ましたが、第三勢力として二荒山神社があります。この3つを集めて二社一寺、例によってこちらも江戸時代よりも前から、はるか前からあったもので、徳川家康が亡くなって東照宮ができるぐらいの頃からどんどん境内が立派になっていったのだそうです。立派な鳥居がありますが、その下のところに台座がありまして、これが蓮の花の形をしています。よく蓮の花は仏教のところで使われるわけですが、神仏習合時代の名残ですね。つまり輪王寺とか二荒山神社とか東照宮が、まあ、全部大体同じようなものみたいに考えられていた時代の名残です。実際当時からあるものです。江戸時代のもの。ここも徳川秀忠の時代に最初建て直したという超立派な本殿がありまして、それがわずか300円で見学させてもらえるんですが、今気づいたんですけど、ここまで全部キャッシュレスだったんですが、僕家に現金全部置いてきちゃいました。1円も持ってません。ですから入れないですよ。いやー残念。ちなみに修理にすごくお金使ってね、やっぱり東武鉄道とかが多額の寄付をしてるみたいですね。ということで恐れながらお賽銭も出せず、二荒山神社の境内を後にしてきました。そしてもう一つ、その二荒山神社の下に降りたところに見どころがまたあります。これはね輪王寺です。
輪王寺の建物はいろいろなところに散らばっています。これはもともと明治政府が神仏分離令を出すまではさっき言ったように東照宮や輪王寺などが全部一体のような状態になっていたからです。今でも日本人の感覚としてはやっぱりごっちゃになってるんでしょうね。日光東照宮の拝観権ではございませんということが書いてあります。ここは輪王寺だからですね、別法人ですから、大人一枚。こちらは徳川家光の霊廟です。やはり絢爛豪華ですが、家康ほどは豪華にしないようにというのを注意して作らせたのだそうです。お寺ですよね、仁王像だ。つまり二者一時のいずれにもこのような絢爛豪華エリアがあるので全部見ていった方がいいでしょう。これがお寺の鐘だそうです。スーパーデラックスお寺の鐘って感じですね。建物内は撮影禁止になっていますが、当然そちらも絢爛豪華ということになります。映像で撮らせてもらえるのはここまでですね。中でお話をしていて座って聞くことができそうです。坂を降りてきたところに比較的簡素な別の霊廟がありますが、これは徳川家光が幼い時から家光が亡くなる時までずっと使え、さらに死後もここで家光に禅を提供し続けたという重心の霊廟なのだそうです。二社一時の見物もノルマクリアとなりました。いや、東照宮輪王寺は行けたけど二原山神社だけ行けなかったよみたいになるとちょっと残念ですからね。二原山神社の奥の本殿を見られなかったらちょっと残念ですけども、今からはお昼ご飯の時間。この日光山の広大な駐車場、おお、平日なのに行列だ。前僕のバイト先の先輩と一緒に日光に遊びに来た時にこういうところを見つけてすごいいいところだなと思ってね、それで見物してまた食事もさせていただいたんですけれども、こういう美味しいお店がありますんで今日はここにします。本当に明治時代に作られた古い洋館で、もともと蓄音機を日本に導入した人が使っていたのだそうですが、有名なところでは太平洋戦争終戦の時の重光外務大臣ですね、空襲で重光大臣の家が焼かれてしまったのでここに終戦の時住んでいたそうです。アメリカの戦艦ミズーリの上で重光守大臣が調印をしている、その時の出発したお家はここだというんですね。この敷物にも書いてくれています。窓のガラスもすごいですね。わざわざこんなに小さなガラスをたくさんはめて立派な作り。ここなんかガラスが歪んでますが当時物のガラスなんじゃないですか。当然料理屋さんなわけですけれども、意外にねお手頃な値段です。ありがとうございます。すいません、リンゴのシードルとこれが一番人気のオムレツライスで、視聴者の店員さんに教えていただいたんですけれども、2週間かけて煮込んだんだそうです。あ、そうですか。それからこっちはね、日光名物の湯葉と、それから中に栃木県の名産のかんぴょうなどを仕込んだ特別のサラダです。オムライスじゃなくてオムレツライスなのかと思ったら普通にオムレツ、お、中になんか服入ってるじゃないですか、すごいね。店内に僕の動画を見ているという方もいっぱいいらっしゃったんで、多分視聴者の皆さんとの感覚も合うはずです。ただちょっと頼みすぎちゃったな、すごいお腹いっぱいになりました。今日はあんまり意識しないで来たんですけど、紅葉が最高ですね。そこら辺の駐車場一つとっても絶景です。じゃああとは来た道をまた戻ってさっきのバス停に行きましょう。ここにさっき一度通った階段がありますが、右が普通の人が歩きやすい階段、真ん中のところは自動車とかも通りやすいようにしてるんでしょうね。左の未舗装のところは何なのか、これ実は通っちゃいけないところだそうでして、これはなんか行事の時に大馬さんがここを通っていくためのものなのだそうです。山から降りてきてバス停がここです。新京というバス停があります。まあ、さっき降りたのの反対側のバス停なんですけれども、ここが日光街道のほとんど終点となるわけでして、道も広げられていますが基本的には江戸時代のような雰囲気をとどめています。で、特に道の右側ですかね、左側もあるけどこういう昔の建物がそのまま残っていて、特にこれなど見事です。しかしバスが来ませんね。まあ、そういうこともありますよね。今日はそんなに渋滞してないからここいつも車がビチッと渋滞して動けなくなってるようなこともあるんですけど、あ、よかったよかった、そんなに遅れてくることはないだろうと思ったんですけど、3分遅れぐらいで来てくれました。日光は結構時間通りにバスを運行するのは難しいところなんじゃないかと思いますね。余裕を持ったダイヤになっているはずなので、この後ちょっと回復するかもね。案の定時間通りに東武日光に着いたので安心です。あそこに路面電車の車両が置いてありますけど、さっき新京のところにあった、昔あったっていうのはあの車両のことでしょうね。さあ
ここからじゃあ次に向かいますのが鬼怒川温泉方面なんですが、日光から鬼怒川温泉までは通常1回乗り換えが必要なんですが、乗り換えなしで直接行ってくれるこんな列車がありまして、運転日限定なんですけどね、今日は乗ることができました。しかもこれ新しいやつだな。まあ、新しい SL ってのは日本にはないんですけど、全部すごい大昔のやつなんですが、この間まではもう使えない状態であったのを東武鉄道が復元して最近走り始めたやつじゃないですか。東武鉄道肝煎りの SL 体重号、何がすごいかというと、ほとんど毎日走ってるということですね。通常は平日走ってる SL 列車とかないんですけど、いかに気合を入れてやっているか分かります。日光の観光名物の一つになりました。あの蒸気機関車は私たちが乗る車両ではありませんが、その後ろに連結されている車両は昔北海道の夜行列車とかで使っていたような車両を使ってます。今日は東武日光駅から出るこの大樹号ですが、基本的に鬼怒川温泉に行くんだったらばほぼ毎日出てます。ちょっとずつどんな風に走るか違うんですけれども、東武鉄道の公式ページを見れば日光方面に来た時にこの列車に乗って遊ぶのはまあわけないことでしょう。ものすごい気合の入れ方、僕も手振らなきゃ悪いですよ。まあ、日光と鬼怒川がちょっと離れているので、多分こういう列車を走らせることで鬼怒川温泉へ宿泊に行く人を増やそうとかね、そういった考えも多分いろいろあるものと思います。お、バスの車庫から昔の路面電車を再現したようなバスが あんなのもあるのか。結構乗り物マニア的にも日光は面白いところです。指定券の乗車番号、座席番号を確かめる上、指定の座席にお座りください。途中の駅で進行方向が変わる関係で、最初スタートした時は逆向きに発車するんですが、これがねなかなかいい感覚です。日光の山から降りてくる関係で列車がかなり傾いて走っているんですが、その感覚をこの向きだとよく感じることができるのです。進行方向左側ですから、こっちか、こっちのことね。この列車、地域の方が手を振ってこんな飾り付けまでしてくれて見送ってくれるというのがかなりの見どころになっています。スピードはだいぶ遅いんですけれども、そうでなければ見えませんからね。ただいま今一の案内をしているんですけれども、車内放送でね、お客様に今一度ご案内をいたしますって言い始めてから放送してましたよ。絶対狙ってますよ。こちら日光街道沿いにそびえ立つ杉、約 35km ございます杉ですね。あいにく杉は紅葉しないのでずっと緑色のままですけれども、それに合わせて赤いモミジがとっても映えます。どうぞ皆様右側です。こんな感じでずっと案内をしてくれますから、結構観光情報を仕入れることもできます。またこの放送しているお姉さんたちも皆さん大変親切な方です。結構フレンドリーな雰囲気で、それが魅力だという方がリピーターの方では多いようです。旧日光街道、江戸時代からずっと植わっている立派な杉並木ですね。この今通過した上今市という駅も結構良くて、駅の目の前のところに日光街道の杉並木を楽しめるような感じになってます。直結なんですよね。この辺りって駅直結の観光地が非常に多い印象ですね。今回もそういった旅行を紹介していくことになります。まだ序盤ですからね。日光から下って今市まで来ると、これから先進んでいく線路が右手に見えます。通常であればこっちに進む電車に乗り換えて鬼怒川温泉行きということになるんですが、今回は乗り換えは必要ありません。実は日光からここまでは SL ではなくて、この青い車両が先頭に立っていたんですけれども、ここから折り返し、基本的にあの先頭で煙を吐いている機関車に引っ張ってもらうわけですね。ちなみにこの下今市駅の跨線橋かな、僕のサインが置いてあるらしいですよ。旧跨線橋の上にあるんじゃないかな。下今市で乗り換えをされる方ぜひ見てみてください。で、 SL 大樹号は3両編成なんですけれども、僕は今3両編成の一番後ろの座席を指定して座っているんですが、そうするとこういう急カーブのところで先頭で頑張っている SL の姿を見ることができる場合があります。下今市を出ますと左側にまた日光連山、そして渡るこの川はダイヤ川です。さっき新橋で一度渡っていたあの川ですね。日光山の前のところからここまで同じように流れ降りてきたわけです。 SL 大樹は沿線からも広く受け入れられているようでありがたいことですよね。有名な教習所、列車の運転は教えられませんの日光自動車学校は、今は教習の時間じゃないのかな。やってる時はね、教習車がいっぱい動き回ってることもあります。蒸気機関車は煙を吐くんで、沿線の洗濯物が汚れたりすることもあるから、 SL が通過するときは洗濯物が干せないねみたいなのは、その地域の方がね言うことは多いんですけれども、
この辺は下り坂なので多分今そんなに煙は吐かないはずです。だから中にはいくら観光振興になると言っても SL なんか走らされたら迷惑だみたいな風に感じている地域の方もまあ絶対いなくはないはずなんですけど、でもこの地域はもう本当沿線からの SL の出迎えの手厚さがすごいですから、地域の方との良い関係を築きながらやってるんだなということを感じます。こういうのプロジェクトみたいなのもいくらでもあるからね。太陽光パネルの建設の方も仕事を手休めて手振ってくれてますわ。ありがとうございます。工事現場の方も手を振ってくださいましたけども、こういう感じなんですよね。あんま工事現場の人に手振ってもらうことって日常生活でないじゃないですか。右側で大変大きな白い建物見えてまいります。これは東部のグループ会社ですね。東部建設と書いてある。さあ今日は皆さん手を振ってくれてますでしょうか。もう2号車の方の手を振りが見えたのでいらっしゃいますね。さあこちら平日限定のサービスでございます。お仕事中の方手を休めて。なるほどね。皆様ありがとうございます。いくら同じ東部グループとは言っても東部鉄道と直接関係があるわけじゃないですから、やっぱり結構自主的にやってくれてるんじゃないですか。この SL が地域の人から受け入れられているという感じが一番この列車の見どころだと思います。いまいちと鬼怒川の間かなり川の作った高低差もあるのでSL もここを走るときに登ったり下ったりで大変そうです。皆様左側の鬼怒川の景色いかがでしょうか。鬼怒川の橋を渡るときが一番景色がよく見えると言います。いいですよね。そして煙がもくもくと前方から出てきているのが分かりますが、この辺は今川の作った渓谷を頑張って登っていくシーンなので蒸気機関車も頑張るわけです。石炭をたくさん突っ込んで黒い煙が出てるわけですね。一生懸命頑張っていますがあまり速度は上がりません。相当頑張ってるなという感じがします。ちなみにこの列車 SL ももちろん貴重なんですけれども、もしかすると後ろに連結されているこの我々の乗っている客車14系というやつなんですけど、こっちの方が貴重かもしれないんですよね。高校生の時北海道でこれ乗りまくりましたよ。札幌と青森の間を走っていた夜行列車で使ってました。だから車内も JR マークの温度計が残っていたり JR 時代がかなり感じられ懐かしいです。また忘れ物盗難にご注意ください。夜行列車でいっぱい使ってましたんでね、夜行急行浜那須号はね盗難が多かったんですよ。おまわりさんも言ってました。だから JR 北海道からの遺言ですね、当時のまま残っています。忘れ物盗難にご注意ください。終点の1個手前東武ワールドスクエア駅で降りました。結構かっこいいですよね。こうやってこのカーブしているホームに止まっているこの機関車、最近使い始めたやつで、1975年に廃車になってからは使われていなかったそうなので、こういった配管とかも全部手作りで頑張って作り直したということをテレビで放送しましたね。心臓まで音が響いてきます。この列車を外から見るんだったらば皆さんに手を振るのが流儀ですよね。なるべくやりたいと思います。映像を撮りながら。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに先頭のこの茶色い車両だけ扉が引き戸になっています。スライド式のドアで、後ろのドアはバスみたいな折り戸になっていまして、一番先頭の車両だけ北海道用の車両だということが分かります。寒いところ用ですね。最後尾につながっているこの車両はもともと JR 北海道で夜行列車を走らせるのに使っていた機関車のカラーを東武鉄道が多分ね JR の許可を取って再現したものだと思いますよ。だいぶ力が入っています。これをしょっちゅうやってるんだからすごいですよ。もう毎日のようにこんな列車が走ってるんだから。普通は週末だけですからね。しかも機関車もどんどん新しいのが入ってきて明るい話題がつきません。一回来てみたかったんですよね。ここが東武ワールドスクエア駅です。もちろん駅ではなくてワールドスクエアに行きたいんですけど、 あれがその東武ワールドスクエアか。名前は有名ですよね。あ、すいません、止まってくれました。栃木県って確か車止まってくれる率が高いんじゃありませんでしたっけ。今確認しましたら栃木県はもともと横断歩道で止まらない率が全国1位だったそうで、歩行者がいて止まる車が 0.9% しかいなかったそうです。それを受けてなんとかそのやめましょうよみたいな風にみんなで運動を続けた結果、その順位が今21位ぐらいまで回復してきているんだそうで、それはいいことですよね。
ワーストからそこまで一気に順位を上げているわけですから、その軽トラの人もね今止まってくれたんですよ。皆さん親切です。まあそれが当たり前とはいえでも嬉しいですよね。着きました。いつもこの辺りうろうろしてたんですけど、来てみるとすごいな。やっぱりもっと早く来るべきだった僕みたいな人間は特に。1日で世界一周がここのテーマとなっていますが、世界のさまざまな有名建物を25分の1のスケールで再現して建てているのだそうです。東京スカイツリー東部グループのシンボルがここに立ってますが、スカイツリー、東京タワー、パリのエッフェル塔とこれらもまた同じような縮尺で立っているのだそうです。というか全部同じ25分の1。世界中の建物がありますよ。1日で世界一周とは言いますけれど、それは裏返して言えば全部見るのに1日かかるという意味にもなりそうです。模型の世界一周であっても1日楽しめます。すごいや。1936年に竣工した永田町の国会議事堂見ると、正面玄関の大階段にずらっと人が並んでいます。見覚えのある人たちがずらり。あそこで囲み取材を受けている人は、ああやっぱり見覚えのある人ですね。ジーなんとか党の総裁をやってそうな顔の人です。やはり鉄道マニアとしては見ておきたい東京駅丸の内駅舎。うお、いいなこの姿勢。東武バスを配置する。本当だったらね、多分ここには東急バスあたりがいるような場所だと思うんですけど、東京駅に東武バスが乗り入れていることはないんですが、全てを東武のものにしようという意思の表れかな。あ、でもそうでもなそうですね。ちゃんと普段通り JR バスとかですね、ハトバスのちょっと結構旧車が多いんですけれども、模型を作った年代がそうなのかな。いい模型ですよ。で今の東京駅舎の形をしてますけれど、昔東京駅この形じゃなかったですよね。でも模型は昔からこの形だったそうです。本物の方が後からワールドの模型に寄せてきたという感じ。丸の内駅舎よりも懐かしいのはこの後ろにある八重洲の民衆駅ですよ。昔東京駅の八重洲口これでしたよね。ちょっと作った年代が古いから昔の東京駅周辺の情景を教えてくれているのもいいです。なんかこんなところにもんじゃ焼きとかおでんの、何、昔東京駅の周りにこんな屋台があったんですか。今はありえないですけどね。なんか来ました、東武鉄道のライバル200系。日光へお出かけの方は東北新幹線と日光線をお乗り換えになるのが便利です。とんでもない発言ですね。ぜひ日光へのお出かけは特急スペーシアやリバティを使いましょう。ここにね、凄まじいものがまたあるんですよ。信じられない。見てください、桜が咲いています。こういったところ、さまざまなところに街路樹を模して小さな盆栽が大量に並べられているのです。こういった道の植栽も 99% が本物なのだといいます。中央線201系電車、人がぎっちり詰まってますね。またその横にあるスカイツリーですが、実際のスカイツリーができるよりも1年半ほど早く作ったんだそうです。この街路樹も全部本物の盆栽だというからすごいですね。スカイツリーの方を先に作るとお客さんがね、どんなものができるのかな、試しにワールドスクエアに見に行こうってなりますから、先に作っといた方がいいですよね。なるほどね。うわ、こんなところにボーイング747が落ちてる。大変ですよ。ちょっと近づかないでおきましょう。頑張って作った模型ですからね。これはワールドスクエアの飛行機ですけれど、こちら側に、ああいつもついながらもう何年も行ってないですけど、成田空港の第二ターミナルだ。JAL に乗って、うわー外国行きたくねえなーと思いながら飛行機に乗るときはいつもここからです。日本が一番ですよ。ここに見に来ている観光客の方も言ってます。すごいな、もっとチャッチーかと思ってたよ。意外に面白いね。本当にその通り、ここまでちゃんとしたものを作ってるとはね。しかもなんかね、少し古いからとても懐かしい気持ちになります。僕もギリギリこれ記憶に残ってる光景ですね。ちっちゃい時、保育園の時ね、羽田空港に友達のお母さんに車で連れてってもらって飛行機見物しましたけど、なんか飛行機って言ったらやっぱりこういうイメージですよね。懐かしい。国立博物館ですね、上野公園にあるやつです。僕の岩倉高校のクラスの卒業記念写真はこれの前で撮りました。今日はなんかものすごい行列になってますね。アシュラ像みたいな珍しい仏像が展示される時になると、外までこんな長蛇の行列になることがあります。結構ね、こういう人形の設定が面白いんですよ。時代考証が古いわ。公衆電話に行列ができてます。膨大な展示があり、子供たちも大喜びです。いや、子供たちだけじゃないですよ、僕が大喜びだわ。水先人を乗せた船がうろうろしてますが、商船三井客船の藤丸ですね。もう藤丸なんて今の子供たちは知らないんじゃないかと思いますけど、皆さんはねご存知の方が多いと思うんですが、藤丸割と最近まで運航を終えた後も形をとどめていたようですが、
ついに活用されることはなく解体されたようです。反対を向くとニューヨーク、今逆光ですがスタチューオブリバティがありますけども、あれこれはもしかしてあそこに貨物船みたいのがいるんですが、この貨物船がこの運河の中に入れるような構造になってますね。スエズ運河とかパナマ運河みたいなもんで、向こうとこっちの間に段差が、水位の段差があるので、この水門を片側だけ開けるとかして水位を調整することによって水位の違う2つの水域を結ぶというやり方ですが、まあ、世界にはそういうねパナマ運河とかスエズ運河とかそんな感じのがたくさんありますが、これもリアルに100円払えばね、あそこに100円払うとそれをやってくれますっていうのがあるんですけれども、あれもしかして100円払ってくれるのかな。あの子供たちにはもう感謝しかないな。子供に100円を払ってもらって模型が動くのを喜んで見る大人の姿です。僕今100円も持ってないからね、現金は1円もないです、全部キャッシュです。ニューヨークかどっかにこういう運河があるんでしょう。僕もこれについては知らないけれど、船が水門に入りました。入ったらば片側を閉めます。そしてもう片方の方を開けると、まだ開かないかな、今度もう片方が開きますよね。そうすると水がどんどん流れ込んできて水位が上昇、正確には水位をポンプで調整して同じ水位になってからもう片側の扉を開けるはずですけれども、これで反対側と今水位が同じになりました。その後逆の門を開けて、これで水位の違う2つの水域を通り抜けることができるわけです。100円持ってないんで、子供たちが100円入れて動かしてくれてるのを遠くから勝手に見るだけというなんともせこいやり方です。というかこのまま日光のさらに奥地の方まで進んでいくのは問題があるんで、絶対どっかで現金を下ろさなきゃダメだな。いつか誰かに迷惑かけることになりますよこのまま行ったら。あーでもとりあえず見られてよかった。あの子供たちになんか後でお礼したいところだな。住所聞いて、しかし君たちに後で1000円あげるから住所教えてくれないかとか聞いてくる大人なんて怪しいことこの上ないですから、しょうがない、それは諦めよう。うわまたここに100円入れるとなんかやるやつがある。サーカスがスタートするんですね。へえ、いろいろそういうオプションがあるんだな。小銭たくさん持ってきた方がいいですね、ここ来るときは。今度ここに並ぶは、僕も本物を見ることはできませんでした。20年前に航空機がテロでぶつかって崩れてしまった貿易センタービル、ツインタワーですね。これはロックフェラーセンターじゃ、あれだな、エンパイアステートビルですね。これはあの今でも行けば見られますね。楽しいです。確かにこんな感じでしたよ。また行きたいな。ニューヨーク東部ワールドスクエアの定番スポット、ピラミッドとスフィンクスです。スフィンクスって意外に小さいんですね。もっとなんかこれの5倍ぐらいあるのかと思ってましたよ。こうやってリアルな25分の1の縮尺でやってくれるとその規模感も分かっていいです。ここにあるのはピサの斜塔、いいですね。ちょっと逆光になっちゃってますけど、実際にその場で見たのと同じ、なんでこんな斜めになってるんだという違和感をそのまま感じることができます。でもこうやって見ると結構ピサの斜塔は小さいんですね。こんなに小さいとは僕の背丈とそう変わりません。それに対してこのエッフェル塔やら台北101の高さたるやびっくりですね。ロンドンのウェストミンスター寺院ですね。前一回これの前をバスで通りがかったことありましたが、あまりにも大きくてびっくりしましたね。エリザベス女王もここに眠っておられるのだそうです。でここにいるこの馬車と、これはチャールズ王とダイアナ妃の姿ではないかと思います。こちらロンドンのビッグベンの時計です。今、5時21分、朝の5時21分の時刻を指していますが、これがロンドンの今の時刻、すなわち世界標準時を指しているのだそうです。わざわざ現地時間に合わせているんですね。あとは敦煌莫高窟、シルクロードの要衝にある4世紀頃の建物だと言います。へーと言っていますが、僕実はねこの敦煌さんから、敦煌市さんからあの案件がちょっと手も来る可能性がありまして、今度もしかしたら仕事で中国に行くかもしれないんですけど、下見しとかなきゃな。こういう感じの場所なんだ。ちょっとねこれ今回はあくまで栃木県さんからの案件なんで、それであの中国の宣伝とかになっちゃったら栃木県の予算をなんで中国の宣伝にみたいになると問題ですから、これぐらいにしておきましょう。まあそういう苦情がもし発生したとしたら、それはワールドスクエアの出来が良すぎたということなんでね。あ、頂上は見ておいた方がいいですね。へえ、万里の頂上って本当にこんな感じでグニャグニャしてるんだな。作るの大変だったでしょうね。万里の頂上に見覚えのある集団がいますね。おっす、オラ悟空。悟空ってこんな感じなんだ。織田信長に似てますね。その麓にあるこの植物も全部盆栽なのだというからすごいです。
こちらは韓国の慶福宮、ずいぶん小さいな、この慶福宮ってこんな小さいのかと思ったんですけど、あの縦横にもっともっと建物は連続しているんだそうですよ。縦長なんですね。しかし今までのさまざまな建物に近づいて見てみると、これが台湾の台北101ですが、一度登ったことありますけど、こんなに大きかったんですね。全部同じ縮尺だからこそ建物の大きさ比べができて面白いです。東大寺大仏殿がいかに大きいか分かります。なんか鹿の足元が液体みたいな感じで黒くなってるのが気になりますが、もしや鹿の糞とかそういうところまで細かく再現してるのかな。何もかもよくできてて最高ですよ。ここはこれはあの隅田川のところに、スカイツリーのところにかかってるやつじゃないですかね。この鉄橋は SL 大樹はもう超満員ですね。あんなところで撮ってる人がいるな。ちゃんと鉄道用地の外から撮ってますから、それだったら大丈夫だということでしょう。世界のさまざまなところから来た海外の方にも日本の風景を見てもらおうというやつですね。日本人でもこういうものに触れる機会はないですから、失われつつある古くからの風景を残そうという取り組みもあるみたいです。トンネルとかの造形がまたリアルですよね。模型はそれ用のものを新品で作ってんのかな、既製品なんでしょうか。でも既製品って感じじゃないよな。車内も座席の構造とかまで完璧ですし、札幌の道庁跡時計台、奥はあれは道後温泉ですね。そしてこれは長崎の大浦天主堂だ。で、これも長崎のグラバー園、手前は最近焼けてしまいました首里城。スーツ旅行チャンネルでここ数年さまざまなところに行きましたが、それらを全部振り返っているようです。首里城はもともと世界遺産のつながりでここに作ろうという話があったらしいんですけれども、ちょうどそれを進めている最中に焼けてしまったのだそうですが、今ワールドスクエアの中で一番新しい建物の展示となっているそうです。あとは自社の宣伝も抜かりなく、これは東武港というやつですね。東武動物公園、よくね東武動物公園行きが参ります、駅で放送している東武動物公園とはこれですか。今度は行ってみたいなという気持ちになりますが、栃木県の紹介なんでね、まずは東武ワールドスクエア、日光鬼怒川、この先の野岸鉄道沿線にお越しください。さてここからはついに鬼怒川温泉、川中温泉、今回の旅のメインテーマでもあります温泉巡り方面に足を伸ばしたいと思うんですが、問題があります。この先新藤原という駅までは東武鉄道の線路なので IC カードが使えるから現金を持っていなくても乗れるんですが、その先は現金がないとダメです。で僕は今現金を持ってません。さすがにどうしようもないので急遽予定変更して鬼怒川温泉駅で降りました。本当はねこの電車にそのまま乗っていけば竜王峡という景勝地に直接行けるんですけども、まあ、お金は下ろさなきゃいけませんからね、今下ろしとかないと転んでもただでは起きぬということで、特急スペーシャーのこれオリジナルカラーでスペーシャーもうじき引退するんでね、昔の色に一部塗り直してるやつがあります。それと SL 大樹の並び、まあもういいんじゃないですか、これが見られたってことで。さっき乗ってきた SL 大樹号もワールドスクエアのお隣の鬼怒川温泉が終点で、ここで折り返しの作業をすることになりますから、ちょうどタイミングが合いましたね。こんな状態見られるのもいいでしょう。東武線っていうとこの色のイメージですけど、この色はスペーシャーの色なんですね。最近までこの色をまとったスペーシャーが全滅していたんですが、また復活しました。いろんな電車が来て面白いなと思ったら JR の新宿駅からやってきたのもありました。これはもともと成田エクスプレスで使っていたやつです。とりあえず3万4000を手に入れました。いやこういう風なのをね、あの見せびらかすように手に持っても大丈夫なのがまたいいですよ。紅葉に包まれた鬼怒川温泉は都会で ATM も何でもありますが、これからさらにこの谷の狭まったところ山奥へ電車やバスなどを使って入り込んでいこうと思います。ということで電車ではなくバスで竜王峡にやってきました。でもいいですよね、1時間に1本の電車とあとバスがそれぞれあるからこの辺りの交通は結構便利なのです。またバスが結構速くて、実は電車よりもバスの方が速いんですね。お金を下ろしそびれていたのもここで取り返すことができました。交通の便利の良さのおかげです。まだ3時半ぐらいなんですけれど、この時期になるともう日がだいぶ落ちてきますね。まあこれはこれでいいわ。竜王峡ってこんな滝とかがあったんですね。僕前来たことあったんだけどな。前に来た時ね、なんか何人かで来たんですよ確かここ。
やっぱグループで旅行に行くとダメですね。ダメってことはないんだけど、僕基本いつもどこ行くにも一人旅なんですが、2人以上で行くとどうしてもその目的地ではなくて一緒に行く人との体験みたいなのが主流になっちゃって、旅行が主役じゃなくなっちゃうんですよ。そしてこんなに面白くて魅力的な場所ですら来たこと自体を忘れてしまうようなことになる場合もあるんですね。これがね、一人で行かない旅行のデメリットだと思います。まあそれからこの今通ってきている鬼怒川の渓谷があまりにも険しくて、いろんなところにこういった見どころがあるので、まあ、それでちょっとね印象が被るっていう点もあるかもしれませんが、鬼怒川は渓谷巡りの楽しいところです。もっと見ていくのもいいんですが、いろんなところを移動して楽しみまくる方が僕は好きかな。竜王峡駅に行こうと戻ろうと思ってるんですが、ここに別の駅の案内が出ています。新藤原駅。今の時代からすると新藤原駅の看板がここに出ているのははっきり言って意味不明です。というのはこの地図を見ていただくと分かりますが、現在地竜王峡のすぐ横に野岩鉄道線の竜王峡駅があって、どう考えても列車で来る人はここを使うはずです。にもかかわらずここから遥か離れた、歩いたら30分以上かかりますよね、という新藤原駅がなぜかここで案内されています。なぜか。これはね、昔は新藤原までしか鉄道がなかったんですね。昭和の時代までは新藤原までしかなかったと思いますが、平成になるぐらいに竜王峡駅まで線路が伸びてきました。で、多分看板が古いんでしょう。しかもあの看板をそのまま参照するとこっちへ進めってなってますね。ここの先の方に行くと新藤原駅だそうですが、下からも木が生えてるし、この道自体ももう途中で止められているようなので、これはもう無理でしょうね。駐車場近道、じゃあこっちから行くか。駐車場って書いてあるから来る人もほとんど鉄道利用者はいなさそうな雰囲気です。鮎の塩焼き、日光天然氷のかき氷、美味しいですよね。あれ、日光の天然氷美味しいから皆さん絶対食べた方がいいと思いますよ。お前食べないのに何言ってんだって感じですけどね。これが竜王峡駅か。竜王峡駅は面白いですよ。僕も初めて来ましたけど、立地も抜群にいいし、駅が存在する地形自体が面白いです。こんな感じね、トンネルを出たところの谷の沿うところに駅があって、それだけじゃないですよ。ホームに降りてびっくりの半地下構造になっています。ホームの半分がトンネルの中にあり、半分はこのように地上です。この野岩鉄道線は先ほども言ったようにかなり新しい鉄道で、昔の時代にはやることはできなかった高い技術力を使ってトンネルを掘りまくり、こういうすごい景観を様々なところで見せてくれます。でこれで一旦ね、もっと来た方向へちょっと戻るような感じになります。鬼怒川公園というところまで向かいます。かっこいいですね。日光の山奥を行く地下鉄という感じです。でこのやってくる電車ですが、先ほどワールドスクエアのところで模型という形で見ました。浅草行きの特急電車リバティ号になります。これは特急ですから、本当であれば特急料金を払わなければいけないのですが、ちゃんとルールで決まっていまして、この野岩鉄道、それからもうちょっと先の鬼怒川温泉の駅までは特急ではあるんだけれども、払いたくない人は特急料金を払わなくても良いという仕組みです。面白いですよね。その場合全車両座席指定ですが、空いていそうな席があれば座っていいという仕組み、空いていなければ立たなければいけません。これで先ほども言ったように来た道を戻るような感じになっています。これは何がしたかったのかというと、先ほどの鬼怒川温泉のところから北上をして今竜王峡まで来ました。でその後竜王峡から戻って鬼怒川公園に行きます。この辺りは電車の本数が少なく、まあ、その代わり電車の速度自体は速くて便利なので、行ったり来たりすることによって様々なところを見て回ろうということです。3歩進んで2歩下がるみたいな感じですね。先ほど竜王峡のところに看板が出ていました。新藤原、昔はここまでしか列車は来なかったのです。さっき竜王峡のところでも見ました。鬼怒川です。鬼怒川はこの先何回もいろんなところで見ることになりそうです。鬼怒川公園駅で降りました。このまま浅草まで行っちゃいます。さっきの竜王峡からそのまま浅草まで普通に特急電車で直通して行っちゃうっていうんですから、すごいですよね。さてこの鬼怒川公園とお隣の鬼怒川温泉が一駅なんですけど、実際には公園と温泉の間ぐらいの中間地点ぐらいのところに旅館がたくさんあるイメージです。これがその鬼怒川公園、まあいい雰囲気のところです。この看板を除いてはね、ここで白タク行為が行われています。白タクには乗らないでください。本当に今でもあんのかな、やってんの。僕は見たことはないですけど、まあたまにやってることがあるのかもしれないですね。日光市と書いてあります。もともとは藤原町だったんでしょうね。
今合併して福島県の県境、もしそして群馬県の県境まで日光市です。すごい綺麗な景色。ここへ来た理由は岩風呂でいい露天風呂があるんですけれども、線路をくぐっていったところにあります岩風呂、火曜日定休、もう一度言いますが火曜日定休ですよ。市営、なんかちょっと市営というのが誇らしげに見えますが、僕のただ思っているだけかな。いい日帰り温泉施設があるんですが、ただまだすぐに日帰り温泉に行くわけじゃなくて、せっかく来たんなら岩風呂への道を逆向きに1分歩きますと吊り橋があります。竜王峡ほど有名ではないからか、そんなに人がいることは少ない印象ですが、結構揺れるんですよ普通に歩いているだけでも。高さもあって竜王峡とはまた別の趣、いいですよね。高さも十分あり、落ちたら助からなさそうです。そのスリルがまたいいです。まあ落ちるような心配はないでしょう。またここから見返る鬼怒川の旅館群、奥の街のにぎわいなどがまたここのならではの見どころかと思います。この駅からほど近いところにこれだけいろんなものを楽しめるっていうのがこの辺り一帯のいいところですよ。鉄道が非常に便利なんですね。お、揺れる揺れる。僕が揺らしまくったんで、後から来た男女アベックが揺れる揺れると言って大騒ぎして捕まり合ってます。よかったですね、吊り橋効果になって社会貢献をしました。ちなみに今回のこの一連の工程は正直撮影用にかなり短縮している気がしますね。普通の方が観光されるんだったら2泊3日の工程にされた方がいいと思います。あ、ちょうど電車が。でも岩風呂遠いですね、ちょっと行き方をミスりました。これ本当はね、鬼怒川公園駅の裏手50メートルのところにあるんですけれど、1キロくらい僕ずっと歩いてます。さっき歩行者しか通れない、こういう簡単なトンネルがあったじゃないですか、それを通ればすぐ行けたんですよ。わざわざ自動車が通る方を回り込んできてしまった。着きました、ここが岩風呂で車もたくさん、つまりそれだけ人もいっぱいいますから中を撮影することはできませんが、外観からしていいところです。入浴料は700円でしたね。今あと食堂が結構良かったんですけれど、とりあえず当面の間はお休みだそうです。そうそう、これこれ休憩所、今はやっていませんけれどもすごい良かったですよ前に来た時。これ良さそうなメニューが並んでますよね。こんな感じでよく見るとかなり大きいということが分かります。人間の大きさと見比べていただければ分かります。これがここで多分左右、こっちは女湯で左が男湯かな。でこれのすぐ裏手のところにさっきの鬼怒川公園駅もあるんですね。はい、さっぱりしました。日光市民は300円で行けるそうですからいいですよね。日光の方も多分たくさんこの動画ご覧になってると思うんで、よければ行ってみたらいかがですか。帰りは確かこれを行けばよかったな。でも駅までの道は一切ノーヒントなんで、つまり案内が何もないからこんな感じなんですよね。自分の記憶、昔通った時の記憶を頼りに合ってるっぽいな。うん、ちゃんと出てこられました。こっちが徒歩で来る人用で、あっちのあのナマコ壁みたいなところを左に行っても行けるんですけど、向こうに行くかこっちから行くかで川を渡るかどうかが変わるから距離が5倍ぐらい変わりますね。公園駅までは歩いて数分で戻ってくることができました。このホームのすぐ裏手のそこのところに例の岩風呂があります。直結の階段とか作ってくれないものかと思いますが、来る人がほとんど自動車利用ですから難しいんですかね。電車も便利だと思いますけどね。浅草からまた直通でやってきた特急リバティです。またこれが来たということはもう皆さんもお気づきだと思いますが、特急だけれども特急料金は払わずに安い値段で乗っちゃってもいいという電車が来たわけです。全部がそういう電車なわけではありません、僕の運がいいだけです。あとはもう今日の泊まるところを目指して進むのみです。今日泊まろうと思っていますのは塩原温泉。そこのアクセスの駅まであとまだ30分かかりますが、快適な特急型車両で30分、特急料金を払わずに移動できるんだからむしろ嬉しいです。横に小便器がありますが、男性用トイレ、それから男女共用トイレ、さらにここのところをぐるっと回っていきますと、ここに普通の車椅子トイレということで3種類3個のトイレがここに1箇所に凝縮されています。車内の座席の網にこういうパンフレットが入っていました。ワンタップから始まる日光旅、日光マース。これね、本当はこれ使った方が安かったんですよね。フリーパスというのをスマートフォンに表示するタイプの電子チケット、デジタルチケットというのが最近よくありますが、こういうふうに紹介されてるんですけど、これのデジタル湯西川温泉フリーパス4日間というのを使った方が安いはずです。でいろんなところでこれを見せるだけで決済とかもできて結構楽だし、現金を持っていないっていう問題もある程度これでね解消できたと思います。しかも様々な行き先で確かワールドスクエアの入場料が割引になるとか、なんか
かいろんな特典もあったはずなんですよね。観光地の切符とかもこのスマートフォンで全部購入できるんですよ。だから1回登録すればあとはもう支払いも全部スマートフォンでできるんで結構楽だと思うんですけど、二荒山神社もさっき中入れなかったじゃないですか、300円がなくて。これ使ってたらね入れたはずなんですよ。もったいないことしたなと思うんですけど、まあ、別の割引を僕は今利用して電車に乗っているところでもあります。これ企画乗車券、車内で購入できるんですが、運転免許を返納した人は半額で乗ることができるんですね。ありがたい。ただ野岩鉄道さんの公式ホームページを見ると、自動車を生活の一部として運転してきた高齢者が運転免許を返納することを機に鉄道利用を促し、弊社沿線の利用促進を図ることを目的として発売いたしますとのことなので、僕年に何回も別に免許返納しなくても野岩鉄道乗ってるから、まあ、本来僕みたいな人間が利用することを想定した切符ではないと思いますけどね。とはいえ利用できる割引は全部利用するのが当たり前ですからね。まあ、僕ができることとしては野岩鉄道沿線の年配の方も多分この動画見てらっしゃる方多分中にはいらっしゃるはずなんで、そういう方がね、運転免許を返納しようかなって考えている時の選択肢としてこれを提供できればと思います。さて、まもなく電車は湯西川温泉に着きます。というか着きました。湯西川温泉はこんなダムの湖の上を通過したり、駅そのものがトンネルの中にあったり、結構面白いところです。明日まだ通りますからね。この野岩鉄道面白いのは、もう駅名が川地温泉、湯西川温泉、中身より温泉、上身より塩原温泉口、温泉温泉温泉ばっかり、温泉しかないのかみたいな。実際には温泉以外にもいろいろたくさんあるところです。ものすごい温泉ワールド。もう鬼怒川温泉以北は夜間温泉ワールドスクウェアと呼んでもいいぐらいですね。駅名が長いですよね。駅名表も普通より明らかに長くなっています。上身より塩原温泉口駅で降りました。ちなみに上身よりという地名なんですね、ここがね。で、上身よりは塩原温泉の玄関口にもなっているので上身より塩原温泉口。お客さんが間違えて逆方向の電車に乗らないようにここに案内の看板が出ています。この駅もかなり新しいので立派な作りです。日光市の奥まったところにある温泉地大量にありますが、それらを巡るのに本当に適した野岩鉄道湯めぐり号出発、こんなことも書いてあります。湯めぐり号という名前を付けるのにもぴったりな列車があります。で、こちらにもまた塩原温泉郷へようこそとありますが、多分栃木県の中で鬼怒川温泉か日光湯本温泉か塩原温泉かどれなんですかね。そこら辺が力が特に強い温泉地ではないかと思いますが、塩原には昔からこんな人も来てました。どっかで見たことのある人の案内看板も出ています。駅前を出るとそんなにぎわった温泉地があるようにはとても思えないですが、ここからしばらく行ったところに塩原温泉があるのです。塩原温泉に速やかに行きたいならば東北新幹線で那須塩原へ、安い値段で日光に寄り道をしながら行きたいのであれば特急リバティとかを使って今回のように来るといいでしょう。野岩鉄道の駅の名前になっている温泉地は基本的には、今なんか8って書いてありましたね。気温8度か、随分下がりました。まあ、それでもう一回言い直しますが、野岩鉄道の駅名になっている温泉地、基本的に駅を降りたらすぐ目の前が温泉ですというところばかりです。鬼怒川温泉とかもそうですよね。しかしこれから向かっている塩原温泉だけは違います。この道は国道400号らしいんですけれども、それにしてはきつそうな道ですよね。トンネル、これはまあ大きいかな。でも道幅もあんまり広くはなさそうです。日光市と那須塩原市の間の峠はこの地図で示されているトンネルで越えてきましたが、ものすごい長さのトンネルです。でさらにこんないろは坂みたいなヘアピンカーブもありました。さっき見たけどね、こんな感じですよ。すごかったですよ。ずっとひたすら右に曲がり続けて塩原温泉までの道中も結構大変そうです。また上身よりからのこのバスすごい安いんですよね。基本200円でしょう。市営のバスだからということらしいです。簡単に塩原温泉まで連れてきてもらいました。市営バスですが、実際には JR バスが運行してくれています。要は委託ですね。かっこいいですよね、塩原温泉のバスターミナル。JR バス関東の自動車駅みたいな感じで拠点的に活躍しています。塩原温泉に来るには基本はバスですからね。西側の野岩鉄道上身よりからやってくるか、東側の JR 東日本西那須の、もしくは東北新幹線の那須塩原からやってくるか、二通りの行き方があるというのはこういうことです。で、この塩原温泉のバスターミナルからまたさらにバスを乗り継いで、今日はこの塩釜というところまで行きます。この近くにある旅館に泊まる予定です。土日祝日だけなんですけれど、新宿行きの直行ってのもあるんですね。
ちなみにこのバスターミナル、正式には今でも塩原温泉駅という場所らしいです。自動車駅っていうのがあるんですよね。駅なんですよここ。 JR 初期までは自動車駅というのがあって、普通に JR 東日本がバスを運行していた時代がありました。だから1987年とかにあった時には JR バスも全部運転手さんが、東日本旅客鉄道の運転手さんがバスを運転していたという時があったのです。でその当時の名残で今でも正式名称はどうも塩原温泉駅だそうです。ほんの数分です、塩釜というところで降りました。今日の移動はここまで。その後旅館に電話すると迎えに来てくれまして、ここ結構山の上ですね、明ヶ谷本館というところまで来ました。ここがね今回泊まりたいと思っていたところです。クラシックな感じですね。ずらっと並ぶスリッパ、靴は到着するとすでに片付けてくれます。チェックアウト前は混み合うんで、こういうロビーが機能しそうですよね。そこに早くも石油ストーブ、まだ11月になったばっかりですが、とはいえもうこの辺りはこの時間過ぎると0度近くまで行くんじゃないですか。あっちにもまたストーブで力強く温めています。その石油の香りがいいですよ。ここ明ヶ谷のお風呂は有名な川沿いの露天風呂、この写真見たことがあるという方も多いんじゃないでしょうか。僕はいろんなところで見ました。塩原温泉のイメージアップにも貢献しているところだと思います。館内はなかなか広いです。結構いろいろありそう。まあ一番はもちろん温泉ですが、僕の部屋は306です。さっきすでに一度入ってるんですけども、結構広いですよ部屋も。10畳プラスなんていうの、そこの縁側スペースがついたいい感じの部屋です。で今18時25分ぐらいなんですが、18時30分から夕飯となっていまして、多分食べている間に布団を敷いてくれるものと思います。それから全国旅行支援今やってるんですよね。僕も初めてその恩恵にあやかりましたが、クーポンがつきます。3,000円分、明日使いましょう。全国旅行支援は2年前の GoTo キャンペーンと違って地域によってデザインが今度は違います。 SL 体重とか杉並木と思われる絵が書いてありますね。いけない、もう夕飯だ。ちょっと手だけ拭いていきましょう。ノンアルコールだそうです。旅館でスーツ着てご飯食べてるとめちゃめちゃ浮くんですけどね。僕の泊まっているところは比較的新しい建物みたいなんですが、ここからね多分こっちの方が古いんですよ。あっちが増築で、昔ながらの旅館ってそういう風なところ非常に多いと思いますが、ここは床の具合からして相当古そうだな。少なくとも戦前って感じですよね。でもそれにしては大きいな。いやほんと立派ですよ。すさまじい天井のこの高さ。伊豆の踊り子の時代かなみたいな、昔ながらのずらっと並ぶこれらが宴会ということですよね。あとはねここに太鼓館と書いてあります。この建物の太鼓のように静かだということから太鼓館という名前が付けられたんだそうですが、それを付けたのはこれ分かりますか、奏法と書いてありますね。歴史の授業で教わる徳富祖法は戦前の有名マスコミジャーナリストみたいな感じですよね。ここに何回も多分来てたんだ。それでここの名前を付けたのだそうです。この大層立派な建物は昭和8年に作られたのだと言います。あそこの奥が1個だけ LED が白色になっているのがいいですね。夕飯の会場はこんな感じ、びっくりしたんですけれども、今奥が暗くなっていますが、昔はここで踊りなど踊っていたそうです。でこんな感じ、一人一人にお膳が渡されて立派な豪勢なご飯が出てきます。豚のしゃぶしゃぶですね、頬葉で包んだ、これはお魚をこういう風にしたものだそうです。美味しいですね。それからこれは湯葉とあとはわさびが乗ったものなど、栃木県の名物をいろいろと入れてくれました。昭和初期の建物としてはもう相当絢爛豪華ですよね。まず階段が普通に降りられるっていうのがすごい。だいたいその頃だともっと階段がこう垂直で降りるのがきつい印象なんですけど、ああやっぱり定石通りゲームコーナーがあるんですね。どんなゲームがあるのか見に行ってみよう。ああゲームコーナーは今はもうやめたみたいですね。まあそれよりはやっぱり温泉ですよね。エレベーターで地下1階へ大浴場、外の階段を88段降りた川岸の露天風呂、これこそが見どころですが、明日の朝に行った方がいいかな。女性専用の時間があるということは、逆に言うと普段は混浴ってことですね。昔の温泉って混浴が普通でしたもんね。よし、幸いにもまず大浴場の方は貸し切りだ。脱衣所からこっちが内湯。おお、すでにいい感じだ。お湯が濁っていて成分が外まで、つまり酸化鉄、サビの成分がいっぱい含まれてるのかな。こっちはちょっとその成分を薄めにしてるみたいですね。と思って分析書を見てみたんですけど、そんな別に鉄の成分が多いとかそんなんじゃないのかな。まだまだ温泉の勉強が足らないですね。
気温の高い期間のみ加水するという基本は源泉かけ流しですね。あ、違う成分が2つ入ってるんですね。こんな展示してくれてますわ。実はまだ温泉そのものには使っていません。とりあえず全般的な下見だな。川のすぐ横にあるものすごい露天風呂へちょっと行ってみましょう。88段も階段を下るのだそうです。うわすごいな、文化財じゃないですか。それもなんかわかんないですけど明治時代に作りましたとか言われてもおかしくなさそうな、もしくはもっと古いかもしれない。結構急な階段、これを88段行くの。明日明るくなってから来るのが楽しみですね。ゆっくり慎重に行きましょう。まだ20段も降りてないですよ。こういう場所には初めて来たな。目指す川はね、かなりあの底の方にちょっと明かりがありますけど、あんなとこまで降りていくんだ。明日来たらさぞや綺麗な景色でしょう。でも夜の雰囲気もいいね。すごいやー。でしかも何ここになんか建物みたいなのいきなり現れたんですけれど、これは昔ここを旅館にしてたのかな。まあ行ってみればわかります。いやわかんないかもしれないな。旅館の人にガイドツアーみたいなのを開いてもらって初めてその全貌を理解できる奥が深いところなんだろうと思います。しかも寛容ですね。入浴中のお客様がいる場合は写真撮影ご遠慮くださいってことは、今時温泉珍しいですよ。入浴中の人がいなければ写真撮っていいんだ。普通は温泉ですからもう絶対写真はダメっていう感じなんですけど、まさかそんなに寛容だとは。タイミングさえうまく合わせてくればいい記念の写真が撮れそうです。あっちが女性用の脱衣所、一応あの布が1枚あそこで巡らしてあるんですね。で男性はどっかこの辺で着替えてくださいということだそうです。こういう感じで起きてるんですけど、わかります？こいつはすごい。でここが多分最後の脱衣所みたいです。ちょっとどこら辺が具体的に脱衣所なのかあまり僕は分からなかったんですが、これがその川沿いの露天風呂ね。周りに明かりが全くないんでどういう場所なのか今までよく分かってなかったんですけども、へえこんな綺麗な川のほとりに、まあそれはそうですよね、あるんだな。夜中でも美しいこの川のせせらぎに見とれて向こうへ行ってしまったら大変です。まあ最悪の場合はここに突っ込めばまた体を温め直せるかもね。いや夜は下見だけで入らなくていいかなと思ってこんな格好で来ちゃったんですけど、入りたいな。超いいじゃないですか。何これ。まあ知ってて来たんですけど、でもお湯が熱くて入れないよと思ったら、あの辺はすごい熱かったんですけれども、あの場所によってぬるめのところもありまして、こっちは結構僕でも大丈夫、僕ぬるいお湯が好きです。最高だね。まあまた明日明るくなったら来たいところですが、今回の隠しテーマとして栃木県が2年ぐらい前かな、全国魅力度最下位ランクになったことがありましたけども、そんなことないだろうみたいな反論の動画というのも、まあ、ちょっと兼ねております。まあ、都道府県の魅力ってのは別に観光地だけで決まるものではないのかもしれませんけど、とはいえいや栃木県が最下位ってことないんじゃないのって思ったんですけどね、あの時ね。あの僕が思う温泉の香りの楽しみ方があるんですけども、こういう風に、半分ぐらい水につけた状態で鼻をこう近づけて、であとは吸い込む。すごい鉄の香りみたいなのします。そこから上がってくる強力な蒸気がこの辺りの岩もみんな赤褐色の色に変えてしまっています。温泉成分が濃いんですね。つだらみたいなものも出来上がっています。特にここかな、ここの壁よりもこの水面ギリギリのところの方が手前にこんな感じで、ここだけこの部分だけね出っ張ってるの分かると思うんですけど、これなんでかって言ったら、やっぱこの大量の成分がここの水面のところで少しずつ少しずつ付着して、でこんな出っ張るような水面と同じような高さにひだを作ったってことですね。それがこんなにいっぱい広がって全部水面よりちょっと高いところに天井が設けられているような感じです。面白い。わかりますね。もうこういういい温泉に来ると鍾乳洞に使ってるんじゃないかみたいな気分になってきます。ここ安いと2食付きで9900円から泊まれるみたいですから、日帰り入浴をやってないみたいなんですけど、すごいいいですよ。こっち側もぬるめだな、僕にも入りやすい。多分あっちはかなり暑いと思うんですけど、ここは少しよどんだ感じなのでお湯もあまり温度が上がりにくいんでしょう。鍾乳石の見物ができます。夜は期待していなかったんですが思った以上に良かったな。
なるほどね。さっき女区画がありましたけど、あの奥に行くと女性専用スペースちゃんとあるんだな。いつでも入れる女性専用川岸は。じゃあ女性も心配はいらないですね。塩原は1000年を超す歴史を持っているということですけど、昔のこの宿の台帳みたいなのがありました。台帳っていうか何人お客さんが来てるかみたいなのをカウントしてるんですね。文政何年には千何百人が泊まりに行きましたみたいなことが記録されています。天明の大飢饉の時は300人まで減ったんだそうです。エレベーターに乗ってきて今自分の部屋に戻るところなんですが、こんな張り紙がありました。浸透が出ました。東日本大震災の時にできたと思われる割れ目からお湯が湧いています。温泉の宝庫。いいなあ。全くもってその通り。え、あれ、あ、違うか、売店が閉まってるだけですね。びっくりした。そういうことですね。フロントとか玄関の方には普通に行くことができます。なんか全部閉め出されたのかと思う。そんなことありえないですよね。というその横に多分昔ここで使っていたやつだと思うんですけれども、食器とかが並んでますが、明らかにここ最近のものではなく江戸時代とか明治時代ぐらいのものなんじゃないかと思います。この茗荷屋さんがそんな老舗だとは知らなかった。塩原なわけですから老舗であっても全然おかしくないんですけど、あの露天風呂のインパクトが強すぎてね。さっき大浴場で僕が分かったようなことを言った透明な方のお湯があったと思うんですが、これが東日本大震災で新しく湧いたお湯だそうです。入れるようにしてるんですね。あまりにもすごすぎるんでフロントの方に聞いてきたんですけど、やっぱあの階段江戸時代とかからずっと使ってるそうですね。でもう修理とかをしてるから部分的に新しくなってるんだけども、そもそもはそうらしいです。というかそもそもこの旅館も、塩原温泉の中で、この大きな塩原の中でも、記録に残っている限りで最も古い温泉ということだ、旅館だそうで、それ知らなかった。こういう素晴らしい温泉のある旅館っていうのが平然と江戸時代の建物を使ってたりとかしてね、そんな文化的な価値があるものをそのままなんですかみたいな、びっくりすることがたまにあります。あ、すごい。この茗荷屋本館17代目の社長さんがブログを書いてらっしゃるんですが、今日の午前7時24分に、ブリ大根のこういうブログが出てるんですね。でそれのみならず、見てください。これ今日11月10日なんですけれども、11月は10本、先月は31本、その後もその月の日付の数だけ休むことなく、すごい。なんなら8月なんか32回ももう毎回毎回まめにブログを書いてらっしゃいます。いつからやってんの。もう10年近く、10年以上そんな感じでハイペースのブログ更新をしてるんだ。僕が見るのでは、だいたいこういうところのブログってもう途中で更新が途絶えているものが多いんですけど、前回が2014年みたいなパターンが多いんですが、すごい、毎日毎日ですよ。それも初めて見ました、こんなの。ちなみに社長は早稲田大学政治経済学部卒業のすごい頭のいい方だそうです。昔の片岡駅もそうでしたが、入り口は1階にある駅がほとんどのような気がしますが、今では2階が入り口の駅が多くなっています。何か理由があるのでしょうか。今度 JR の方に会ったら聞いてみます。そんなこともブログに書いてらっしゃいます。まあ、2階橋上駅舎っていうふうに言いますけどね、この片岡駅で行ったら西口と東側の両方のロータリーに1個の駅舎で対応できるんで、その方が便利だから2階に駅を設けるんじゃないかと思いますけどね。おはようございます。もうそのまま寝ちゃって翌朝になりました。でそしてすでに朝ごはんももう食べております。こんな感じ、かんぴょうとかね、名物をいろいろと織り交ぜて栃木県らしいご飯でしたが、昨日は見えなかった窓からの景色はすごいな。やっぱりなんかあんな谷底みたいなところに昔の建物が建ってます。あれがね、昔茗荷屋で使ってたやっぱ建物だったらしいんですよ。へえ、ちょっと今から降りていきましょう。こんなご立派な建物がありますけども、これは全体のごく一部に過ぎないということですね。これが93年の建物で、向こうが昭和8年。昨日はここの渡り廊下を伝って右側の建物に行って、うわすごいな、ここでご飯食べたんだ。こんなのがあるとは知らなかった。1933年に建てられた、これが茗荷屋の太鼓館。多分お食事会場がどっかあっちの方で、で他にもいろいろ客室とかがあるんだそうですが、基本的に今使っていないそうです。フロントにいらした社長さんに伺ったら、中入って見てもいいというんですね。すごい、これが太鼓館の玄関か。入ったら昔のお定め書きがありました。これは聖徳元年って書いてあるんです。そんなに古いの。江戸時代もかなり初期ですよね。新井白石とかの頃ですよ。将軍で言ったら徳川綱吉とかの頃じゃないですかね。おお、これ行っちゃっていいんだな。すごいね。基本一般のお客さんが使うような場所ではないから物とかが置いてあるようですけど、お食事会場はここであったか。なるほどね。
あ、こんなところに空調のダクトがありますよ。この内側のところにあるからどうしてもこういうところを伝わないと外と通風できないんでしょうね。昔空調とかつける前提はなかったからだ。これも懐かしいですね。僕はまだ使ったことありますけど、もう今時ないでしょう。この旅館だけでも見どころがいくらでもあって、テーマパークみたいだな。でもやっぱり注目したいのは、昨日も一度来ましたが、川岸の露天風呂ですよね。お湯が流れて、ここももうもくもくしますよ。これはその猛烈にすごい昨日も通った階段ですが、その手前、お願い日と書いてある。お願い、他県にお泊まりの方は無断通行をお断りいたします。明賀屋旅館の館も休止帯になってます。これ一体どういう意味なんだと思ってね、全く昨日も一度見たんですけど意味がわからなかったんで紹介するのはとりあえずやめといたんですが、なんか昔このどっか別のところにもあの旅館がさらにあって、でそこの人がここを通ってたということなのかな。でここは通ってもいいけどこっちは行っちゃダメですよ、こっちは明賀屋のですからねっていうことじゃないかなと思うんですが、やっぱりこの階段は江戸時代ぐらいからずっとあるらしいですね。ここのこの場所自体がそうかわからないんですけど、もう階段が入り組んでますけどもすごい光景なんですが、あの左下のところになんだあの建物はといった5階建てぐらいですか建物が急に現れているんですけれども、あの中には入ることはできないんですが、昔は使っていてあれは自炊棟だったそうです。つまり自炊プランみたいなのが相当大昔らしいんですがあって、安い値段で泊まれる代わりにあそこに何泊もしてここで湯治をするという湯治客向けのプランですね。昔からの温泉地ですごい古い旅館だとまだそういうのやっているところがあります。あとはここにまた別の階段がありますけど、これはね多分明賀屋の階段ではない、よその階段だと思いますが、でしょうね多分ね、違うところの階段とこう入り組んでいて、もう使っていないようで完全にこちらは破壊されていますが、別の旅館の風呂がまた川沿いに昔あったんですね。いやそれだけじゃない、よく見たらこっちにも完全に破壊されていますけれども石段がある。あ、またここには石垣が積んでありますが、これは最近作ったっていう感じの石垣ではとてもないですね。よそん地の廃墟と交差しながら温泉に降りていくというのが興味深い。結構よく見えるじゃないですか。あ、昨日は暗くて気づかなかったんですけども解説がありました。昔の自炊棟です、農家の方が、あ、そうなんですか、へえ、なるほどね。江戸時代か明治時代ぐらいからずっと使っていたらしいです。その自炊の湯治ができるみたいな旅館って大体ものすごい建物がまだ残ってるところが多くて、そんな建物まだあるんですかみたいな、びっくりすることがありますよね。あ、自炊棟の方はもう床が抜けてというよりも横に取り外して全然入れないようになってますね。はいはいはい、その一部だけを保守して使ってるという感じだ。多分昔はこっちの向こうにも客室とかがあったんでしょう。ちなみにここにドライコンクリートって書いてありますけど、下の方に女性用のお風呂があるらしいですが、その女性用お風呂が前に台風かなんかで流されてしまって、でみんなでセメントを担いで降りていって作ったそうですね、旅館の方が。そんな技術もあるのか。おーおー、なんかお魚も登ってきましたよ。そこになんかこう泳いでますよね。ああいうのが普通にいるんだな。旅館の方でも地のものをお客さんに提供しようっていろいろ試みはしているそうで、鳥を飼ったりとかもしたらしいんですけれども、イタチとかなんかにやられてしまって卵は全滅してしまったということでした。こう光の具合的に滞在中だったら朝の10時ぐらいにやってくるのが一番いいんじゃないですかね。景色が綺麗、ちょうど逆光になるから湯煙も映っていい写真になりそうです。あー、やはり素晴らしい。場所もいいしお湯もいいからね。岩が完全に茶色になってます。というかこれは岩をこんな風に真っ平らに削って加工してるのかな、コンクリなのかな。ここちょっとハートマークみたいに緑色茶色くなってるじゃないですか。ここがねヌルヌルの苔なんですよ。うわヌルヌルだ、怖い。こっちの方歩いていきましょうね。この湯船もすごいな。温泉の成分によって全部このように内側に縁取りされています。あ、なるほど、確かに朝来てみると向こうにも湯煙が昇っているのが見えますが、あっちがよその旅館ですね。あれ普通に営業しているところで柏屋さんというお隣の旅館です。秋の茶色一色の景色もいいですね。新緑の時期も良さそうだな。あと昨日入ってて気づいたんですけど、一個だけここに鉄筋コンクリートと思われる立派な柱があるんですよ。しかもこれ相当古いんじゃないかな、最近のって感じじゃない。うわ、なんかいっぱい落書きがされてる。ダメですよこういうことしちゃ。じゃあ出かけるか出発するかというところで気づいたんですけれども、よそのお部屋がもう掃除が終わってるところがあるんですが、こんな風にちゃぶ台とか机が置いてあるじゃないですか。で僕のお部屋306は、僕はねなんかちょっと違う机が置いてあるんですよ。ほら
なんか掘ってあったりとか、これ結構古いやつなんじゃないかな。あっちの古い建物の方からもしかしたら持ってきたのかもしれませんね。朝はバスターミナルまで送ってもらっちゃいました。いやーラッキー。いつもそうなのかな。今回の工程はここで折り返しです。つまりこれからまた元来た道を戻って上三依塩原温泉口から野岩鉄道日光方面に帰っていきます。大丈夫ですよ、飛ばしてきた見どころがいくらでもあるから今日もたっぷり楽しんで帰ります。昨日はほとんど栃木県日光市を遊んでいましたが、今日は栃木県那須塩原市に来ています。塩原温泉だけは違う自治体なんですね。で向こうにあるあの山峠を越えますとまた日光市に戻ります。うわぁ、昨日は気づかなかったけどこんなところを通ってきてるんですね。で多分このバスもこれからあそこへ登っていくんだと思いますよ。この前方のヘアピンカーブを使ってね。いろは坂の一部がここにもあるみたいな感じだな。なるほど、これで今下を流れていた川を渡っていよいよ峠越えに入りました。あららららら、なんといい景色ですか。おお、よかったわ、明るい時間にもちゃんとここを注目しようと思っといて。この谷をずっと行った向こう側のところに塩原の温泉地があったわけです。ついに山が目の前に迫ったところにでかいトンネルがあります。信号付きのトンネル、点灯せよ、何メートルある、なんていう名前のトンネルかな。ちょっと今は分かりませんでしたが抜けるときに見てみましょう。これで那須塩原市とはお別れ、日光市に戻ります。これで日光側上三依にまた戻ってきたわけですが、さっきのあのトンネル相当ロマンチックなトンネルみたいですよ。小頭トンネルというそうで、明治時代にもともとは三島道常という栃木県で、まあ、栃木県知事みたいな人がこれを作ろうというふうに考えて実際に開通したのが平成になってからだそうで、100年以上かかってできたと書いてあります。この三島道常っていう人がとんでもないというか、ものすごい道路作りまくれ、峠道に道路作るぞみたいな感じの人だったらしく、あ、この山に道路を通そうみたいな平然とそんなことを言ったらしいですね。ひたすらウィキペディアの紹介に申し訳ないんですけども、反対派を押し切り強引に土木工事を進める手法、土木県令、全国のさまざまなところに三島道常が作らせた難関の道路があるそうです。列車の出発までまだしばらく時間があるのでちょっとこの辺りを散歩します。ここ上三依は多分宿場町だったんじゃないですか。国道121号会津西街道と書いてあります。今私が東京から特急電車を乗り継いで来ているように、江戸から会津に向かう重要な街道として昔使われていたそうですね。今はススキが生えているところが多いですけれど、おそらくもともとはもっとたくさん家が並んでいてぎっちりと宿場があったんじゃないかと思います。すぐ近くに上三依水生植物園というのがあって、今の時期も見られるのがあるそうです。今日は無料開放だ、行きたいんですけどちょっと時間が、車でお越しになって比較的時間の自由が利くという方はぜひ見に行ってもらいたいと思います。まあ電車のね乗り継ぎ待ちにも行けると思いますよ。またそこにもいい感じの7段の滝があるそうで、本当は植物園のところから入っていけば見られたんだな。この七滝と書いてる滝があるんですけども、良さそうなのがあって、これをね暇つぶしに見に行こうと思ってたんですけども、ちょっと橋がかかってなくて行き方をミスってしまった、残念。滝は見ることができなかったし諦めて帰ろうと思ったら、ちょうど近くにお住まいの方に声をかけられて、こんにちは、栃木県の紹介で来てるんですよと言ったら、あ、じゃあうちも紹介していってくれないか、あ、ぜひ。こんな感じのステンドグラスを販売されているお家がありました。でこれ相当立派でし、お家というかお店になってるんですけども、奥のこれなどね、賞を受賞した立派なものなのだそうです。購入できるものがずらっと並んでおりました。すいません時間なくてちょっとで申し訳なかったんですけれども、綺麗なものを見せてもらった後、慌てて上三依塩原温泉口駅に戻りました。今歩いてきた三依の町をちょっと高いところから見下ろせます。あそこが今言ったステンドグラスのところですよね。こうやって見ると確かに宿場町の感じが今もちゃんと残ってます。ただ正確には昔の街道とこの野岩鉄道、完全にこの辺りは並行してるわけじゃないみたいですね。ちょっと山の向こうを通ったりすることもあるそうです。標高がだんだん下がってきて、紅葉もまた多少色づきを取り戻しつつあります。次に泊まるのは中三依温泉。今回は時間の関係で寄ることができないんですが、いろいろこういう施設があって、もちろん温泉が湧いていて、お蕎麦屋さんが温泉に入りながらのお蕎麦食べられるみたいな、そういうところもあるそうですね。いいよね、どこも雰囲気が。降りてみたくなっちゃうな。栃木県さんに今日はこういうところを回りますみたいな全部伝えてあるんでね、あんまりむやみやたると勝手に予定変更するのもまずいはずなんで、決めた計画に従いましょう。この先にも素晴らしいところはいっぱいあります。
まあ、野岩鉄道線いろいろ景色の素晴らしいところはありますが、やっぱり一番わかりやすいのは湯西川温泉のところだと思います。そろそろトンネルを抜けそうです。はい、ここね、間違いないよね。ダムの水位によって昔ここに生えていたらしい木とかの姿も見えます。いや、ただこれは木が流されているから、まあ、そんなことはどうでもいいぐらいの景色の良さ。後でまたここも行きますけどね、今回は一旦スルーです。湯西川の鉄橋のところを見た後、温泉駅に着くのがまたいいですよね。あれ、なんか昨日よりいい雰囲気になってるような気がする。湯西川駅からはかなり大勢乗ってきました。力のある温泉地ですよね。あ、ちなみに今回も特に行ってなかったですけれども、おなじみ特急電車です。今度は川地湯本駅で降りました。降りるのは僕一人だけですが、乗ってくるお客さんは大勢です。どれぐらいの人が特急料金を払っているのかは分かりませんが、特急料金を払わないと座席に座れる保証はありません。今日は平日でもかなり乗ってきましたからね。土日だと特急券おとなしく買っといた方がいいかもしれないな。あそこからこうトンネルを抜けていく電車かっこいいな。ちゃんと目を離さない方が良かったですね。川地温泉の最寄り駅は川地温泉駅のような感じがするんですけども、温泉街の中心部はどちらかといえば川地湯本駅の方が近いはずです。まず駅から温泉地まで行くにあたっては結構降りていくみたいですね。まあいろいろ方面にもよりますが、すごいな、野岩鉄道の鉄橋、山陰の余部橋梁みたいですね。すごい高さですよ。すごい高さの橋ですから降りてくるのは大変ですが、でも降りがいはありますよ。しかもちょうど今11時52分の特急が来ると言います。11時52分って今なんですよ。おー、来た来た。おお、小さいな。別にあの電車小さくないですよ。鉄橋がこんなに高いということです。すごい光景だ。あそこのところちょうど影になったところに川地湯本駅があるんですね。その駅からでは見ることのできなかった川地温泉の景色がこれです。大きい旅館が並んですごいですよ。鬼怒川温泉並みに豪勢な感じのところです。奥までまだまだ見えていないところがあるでしょう。なんか鳴き声がするなと思ったんで、お子さんが泣いてるのかと思って違いました。日光猿軍団の一員ですね。川にはいろんなパイプが渡されてますが、温泉水か浄水のどっちかでしょうね。また今がチャンスですね。ここ川沿いのところに露天風呂があります。薬師の湯というところで、これはタダで入れるような共同のお湯ではなく、入浴料金を払う必要がある温泉施設の中の露天コーナーという扱いになっています。さっきまで誰かしらいたんですが、今ちょうど誰もおらず、さすがに人のいるところで映すことはできませんからね。ずっとここで待っていたのでした。ただこれは男女混浴の風呂なもんですから、僕がここに20分ぐらいずっとビデオカメラを持って立ってるのを見て、ここを通りがかる周りの他の人は、あいつ女が入るまでずっと粘る気じゃないだろうな、思われていたのではないかと不安でなりません。まあそう思われていてもいいです。待ちすぎて自分が風呂に入る時間はなくなってしまいましたが、僕の一番の仕事は紹介ですからね。皆さん川地温泉に来た時に、まあ女性が入りやすいかどうかっていうのはちょっと分かりませんけれども、せせらぎを聞きながらいかがでしょう。ちなみにこの右手の建物の中にもよく見るとこんな感じで、もう一つ湯船が、あ、誰か入ってんな、ちょっと気をつけないと、映したら大変ですからというような感じで、2つありますので、まあ外から見られるのがきついという人はあっちにしてもいいかもね。鬼怒川とかもそうなんですが、どこも川沿いを散歩するだけで美しいところです。うわ、なんかすごい古い橋があるな。こっちは車用か、歩行者に行っといた方がいいかもね。新小鹿橋という名前だそうですけど、やたら古そうだな。これはちょっと改修したのかもしれませんね。野岩鉄道ができる前は、なんならできた後でも電車でやってきて最後は車に乗ってここまで来るというのが多分一般的だと思うので、なるほどね、昔から自動車が通れるような橋を架けてたんですね。温泉街の中心にあるこの小鹿川はすぐもうそこのところで鬼怒川と合流します。この小鹿川の水系のところに沿ってずっと温泉が並んでるんですね。それをたどるには野岩鉄道線がとても便利だとさっきから言っていますが、他にも日光交通のバスが湯西川までは走っていて、これに乗ってもまた川をたどることができます。つまりいろんな温泉を巡れるんです。便利ですよ。さっきの川地湯本駅は1キロぐらいありますけど、あ、来てた来てた。ちょっと慌ててしまったんでちゃんと紹介できませんでしたけど、バスですっと温泉街の中心から来られる方が楽という場合もありますよね。これで湯西川温泉に移動してきました。バスの両替をするときに、まあ、運賃のお支払いは両替方式なんですけれども、
バスの運賃を支払いするときはなるべく両替した後細かい金額からどんどん運賃箱に入れるようにした方がいいですよ。バス会社さんもお釣り用の小銭を用意するのかなり苦労されてるんでね。例えば両替して100円払うって言ったらば、あの50円玉と10円玉5枚出てきたら、それをこう掴んで100円として入れられるんだったらそうした方がいいですね。到着したこの場所はさっき電車からも見たすごく景色のいいところですよね。ちなみにここが湯西川温泉というのかどうか微妙で、正確には電車とそれから道の駅が直結しているようなところです。利便性は高いですが、本当の湯西川温泉の中心部はさらにここから川沿いに進んでいったところとなります。またこの電車の鉄橋の下のこの地下に入っていったこの下に、さっきの地下鉄みたいな湯西川温泉駅があるのですね。さて、昨日旅館さんからもらった栃木県のクーポンが3枚あります。これを使ってちょうどいい利用方法がありますよ。これです、水陸両用バスね。横浜で走ってるのは僕も見ましたけれど、この湯西川であるのもかなり人気だそうです。自動車でもあり船でもあるこの面白いバスは、よく運輸局の許可がおりましたよね。どうやってそういったところを調整したのかって不思議なんですけれども、後ろに確かにプロペラがついていて、必要とあらば水の中にも入っていける仕組みだそうです。ナンバープレートは宇都宮ナンバーということになっていましたが、これは仙石港になるのかな、どういうことになるのかわからないですけど、大阪と書いてあります。不思議だ。乗船券というのか乗車券というのかわかりませんが、あ、乗車券と書いてありますね。まあ、確かに乗るときは車だから間違いないのか。とはいえ乗船名簿も乗る前に書いたんですけれども、それを買うことはできたんですが、しかし、クーポンを使うのは忘れました。大変ですよ。このまま使わずに帰っちゃったらもったいないし、栃木県の経済が3000円分無駄になってしまう。ということで出発しましたが、これは最高時速90キロ、そして水上では最高時速5ノットということで航行するそうです。窓が全部ありませんので、寒いからあったかい格好してきてくださいねと言われました。それはやってありますので大丈夫です。よく考えたら窓が全部ないバスにだって乗るのは初めてです。それ自体新鮮だと思います。案内がたくさんあって面白いです。この右手に新しいお家がたくさん建っていますが、このお家もともと住んでいた人たちはもっと下の方に住んでいたそうです。ただここにダムが作られて全部町が沈んだので、代替地としてここに皆さんまとまってお住まいなのだそうです。今バスはこんな感じでどんどん進み、湯西川温泉の実際の温泉街の方に進みます。また今回はあの湯西川ダムの見物をできるのが売りとなっていて、相当面白いらしいですよ。案内放送してくれていますが、確かに揺れが少々大きいです。トンネルができる前はこんなんで、あれが旧道だったんですかね。大変ですね。オレンジ色のものをね、僕は生を油断いたします。さあ、もう一本ね、トンネル通過いたします。どうもこれより旧道に入るんだそうです。こっちが今のバスというか湯西川温泉の方に行く方ですが、この運転さんはこんな大きなバスをこんな細い道で運転して、さらに船まで運転するんですから大変ですよね。救命胴衣の話をしてくれてるんでちゃんと聞いておきましょう。救命胴衣じゃなくてクッションなんですね。そういうのがあるんだ。バスはこれからつづら折りの道をずっと進んで、あの下のところまで行って、あそこから水の中に入っていくのだそうです。ご案内がありましたが、この先のところ一般の人は入れないんだそうです。そして早速これから湯西川のダム湖面に入ってくれるのだそうです。便利ですよね。駅からそのまんまこのバスに乗り換えて、そのまま船になってくれるわけですから乗り換えなし、多少運賃が高くても楽しいから全部元が取れます。へえ。風はね多少吹いていますね。こんないろいろ大変なことをやってくれて、運賃3300円なら実際は安いですけどね。ゴー。おお、なかなかですね。早い早い早い。おお。義務付けられてるんですね。シートベルトを外すことが義務付けられているとは知らなかった。すごい衝撃で荷物が下に落ちました。落ちるかもよっていうのはアナウンスしてくれてたので別にいいんですけどね。今ちょっと洪水対策で少し水量を減らし気味らしいんですけれども、これからの時期は逆に水を取っておく必要があるということで、この木の下ぐらいのところまで水位が上がるとかいろいろ教えてくれました。まあ、トンネルがね、ちょっとだけ見えるんですが、舵を取ってます。ちょうどトンネル、この山の中を通過しまして、スターボード5度って感じ。また中立に戻りましたね。ちなみに本線の総トン数は10トンはどうもないみたいです。だから小型船舶免許があれば一応操船はできるみたい。左手の山が見えてきました。高い山、これが明神ヶ岳となりまして、
まあ、長いトンネル1194メーターの長いトンネルがこの山の中を通過しております。このお水をせき止めているあれが湯西川ダムの裏側です。ああいう高い壁を作ることによって水をせき止めるのがダムの基本的なやり方ですよね。流木がダムの方に流れていって機能を損なわせないようにこうした雨を巡らせるのが一般的なやり方だそうです。重火事22度ぐらい取ってますね。この船火事めちゃめちゃ効きますね。このバス1億円もするんですね。それはすごい。たった旅客店員42名で1億円ですから新幹線より高いんじゃないですかね。前方のところあそこからまた陸上に上がるわけですが、現在ガーッと音がしているこのエンジンは船舶用のエンジンで、自動車用のエンジンはまた別に積んでいるのだそうです。あ、前方からもなんかエンジンの音がしてきた気がする。両方動かしておかないとってことなんですかね。あ、よいしょ、上がりました。さあ今度後ろのタイヤが、ね、上がります。よいしょ、よいしょ、よいしょと。さあこれがね、水陸両用という乗り物でございます。あれはね、この道路はありませんからね、お水の中に上がってますから、ハンクラッチにしながら、これマニュアルらしいんですよ。だからハンクラッチにしながら船のエンジンの方も動かして、でガーッと上がってくっていうことなんですね。ちょっと複雑な操作だ。しかもハンドル操作も見せるとこれ落ちますからね、いろいろと注意をするところだと思います。またこの道の横のところがっちりと固められている、これはね一応沢なんだそうです。全然沢に見えないけどね、今は枯れています。ちなみに今窓なしで走ってるとやっぱ結構寒いわけですけれど、窓がないのは雰囲気を高めるためではなく、単純に重量の関係らしいです。そんなギリギリなんですね。確かによく見ると窓をオプションではめられるような構造にはなっていません。暑くても寒くても窓は絶対にないそうです。その後はダムの下のところまで、これは貴重ですよね。こんなのも僕も初めて言いましたが降りてこられます。下から見てみるとほとんど垂直な感じなんですね。50度ぐらい傾斜があるんだそうです。この上のところが道路などが通っている高さであり、ここから通路を伝って中へ入っていくんですけども、ダムの内部は撮影禁止になっているんだそうです。そりゃそうですよね。上まで上がってきて見下ろせば逆にこうです。川の流れを作るためにダム湖の水を多少外に放水する必要があります。これはどの程度の強さにするか、どの程度の量を下ろすかというのは全部人為的に決めているのだそうです。今お水を貯める時期なんでそんなに放水の量はないそうですが、これをずっと辿っていくと先ほどの川地温泉、さらには鬼怒川温泉の方に続きます。また雪解けのシーズンになりまして水量がものすごく多くなると、ここの下にあるところからザーッと一気に落ちていくそうですね。また田植えの時期などには水がたくさん必要になるそうで、今はあのぐらいの放水ですが、もっと必要になるとあそこに当たるぐらいにビャーッと大量に水を噴射していくそうです。これによって流域の栃木県、茨城県、千葉県などを潤すそうです。利根川水系になるんですよね。つまり調子とかそっちの方まで流れるんだ。ダムの下まで下ろしてもらえて、高い車両を揃えたり関係機関と調整したりいろいろとやってくれてありがたいなという気持ちになります。面白かったです。まあでも窓がないですからちょっと寒いな、どうしても暖かい格好していても体がこの時期だと冷えてくるもんですけど、温泉ならありますからね、もう全然問題なし。野岩鉄道の駅とバス停と水陸両用バスの乗り場と温泉と道の駅と食事どころが全部一緒になっている、ここは来れば間違いない絶対当たりの温泉スポットでしょう。先にでもご飯食べようかな。ご飯を食べたら温泉ですが、わずか300円で休憩室付きだって。これで休憩室付き300円ならいいですよね。あいにくやっぱりコロナ対策ということで休憩室は今やってないそうですけども、十分綺麗だよな。当然温泉では撮影をすることはできないんですが、温泉からの景色はこんな感じです。普通電車、ようやく今回初めて普通電車の姿を見ました。今特急ばっかりですからね、走ってんの。普通電車は6050、神のごとく快適な素晴らしい車両です。もちろん特急の方が快適です。特急料金を追加で払わなくても特急に乗れちゃうわけですから、特急が来る方が嬉しいといえばそうなんですけど、あの6050も捨てがたかったんで1回ぐらい乗りたかったですね。あ、風呂場はちょうどあそこだったんですね。あの外へ出っ張っているところが露天コーナーです。当然こちらからでは中は見えません。そうじゃなきゃね。温泉の休憩所はやっていませんでしたが、足湯がありますから、あとは電車の出発までここでお茶でも飲んで過ごします。
こうゴミ箱が面白いですね。分別してから入れてください。赤と青なんですけど両方燃えるゴミなんだ。頭の体操になります。ちょうどあれも帰ってきたところでした。出発と到着の時に船の汽笛を鳴らすんですよ。それ聞いておいた方がいいですよ。じゃあついにそろそろ帰ります。今道の駅直結の湯西川温泉駅に来てますが、時刻表は実はここソフトバンク通じないんですよ。15時38分ですね。これに乗るとずっとそのまんまひたすら東京方面まで走ってくれて、浅草18時15分便利ですよね。今回は湯西川の温泉街までは行きませんでしたが、湯西川自体も楽天トラベルで、日本一位だったかな、すごい上位に入っている人気の温泉地なんですね。お客さんもたくさん来ています、平日なのに。そしてこの湯西川温泉駅もトンネルの駅ということで面白いです。乗れば1本で浅草まで帰れますが、これでそのまんま帰ろうと思っていたんですけれども、ちょっとやめておきます。実はまだクーポンが使い切れていません。いや、さっきの水陸両用バスに乗るときに間違いなければね、もう全部消費しきることもできていたんですが、道の駅で見ていたら面白そうな商品を売っていました。宇都宮クラフトコーラいちご味980円なんですよ。すごいな、980円の飲み物かと思ったらそうではなくて、これを薄めながら飲むことができるシロップ、炭酸水なんかで割ると美味しいらしいです。面白いなと思って買ってきました。しかしまだこれは1000円だったのであと2000円分あります。一人暮らししてるとお土産とか別に必要ないですからね。それから僕が会社員だったら良かったかもしれないですけど、僕別になんか会社に勤務してるわけじゃないんで持ってく人もいないから。ということで本来であればずっとこの列車に乗ってあとは浅草まで行けますが、一旦この先の鬼怒川温泉で降りようと思います。お風呂上がりで眠くなってきたからな、これでうっかり寝ちゃって目が覚めたら春日部でしたとかなったら大変ですよ。まず特急料金の精算をしなきゃいけないし。さてこちら先ほど一度降りた川地湯本駅です。あのものすごく高い鉄橋ね、さっきはこの下から写真を撮ったのでした。すごいよね。あ、キャンプしてる人もいるんだ。夜間線の景色のいいところとして知られています。さっきあそこのところから露天風呂をずっと見てたんですね。昨日日光に着いてから別に大して長い距離移動してないんですよ。ちょっと短い距離の間に景色のいいところが凝縮されている感じね。次は竜王峡なんですが、竜王峡に着く前もまた景色のいいところがありますよ。この路線基本はトンネルばっかりなんですけど、トンネルばっかりの割には一瞬の景色のいいところが、危ねえ見逃すところだったよ、こういう風にあるんですよ。さてまた動物園に戻ってきまして、次は鬼怒川温泉です。今下のところにカメラを向けましたが、このところに昔鬼怒川温泉駅があったそうです。でもちょっと狭いですよねこの辺は。温泉駅は今もうちょっと離れたところに移転しています。そこの方が土地が広くて周りも今はどんどん開発されています。やっている旅館が増えてきましたね。もうここら辺は全部そうでしょう。そして鬼怒川温泉から先は特急券が必要となります。特急券をお持ちのお客様ご乗車には慣れませんのでご注意ください。そうですよね、前とねちょっとルールが変わったんで、あの前にここに来てた方気をつけた方がいいですよ。まあどうせならいろんな車種の電車に乗りたいってのもありますしね。リバティはここで降りてあのスペーシャに乗り換えて帰ろうと思います。もちろんその合間のところでこの2000円を使い切ってしまうという完璧な計画です。どこが完璧だって話ですが、東武線で今一番新しいのはこれですから、座席にもコンセントとかついてますし、まあこれに乗っておけば間違いはないです。でも旧型車両のスペーシアの方がデラックスです。僕はどっちかって言ったらこっちが好き。帰りの特急券も買っておきましたが、いやほんと安いですよね。鬼怒川温泉から浅草まで特急に2時間15分乗って、特急だと結構早いですよ。それで合計で3000円しないんですから。あとは余っているクーポンを使い切れるかどうかですね。あのお店で使い切れたらいいよな。なんと驚くべきことに本当に簡単に消費できてしまいました。この金谷菓子本舗という名前のお店だったんですが、結構歴史がある。1931年から金谷ホテルの系列のところだそうですね。それでこの箱に入ったお菓子を買ったんですけど、中身はクッキーみたいなのが30枚入っているそうなんですが、それがね、こんな感じなんですけども、クッキー30枚メレンゲ12粒で2300円。そんなにすんのと思って、その売れんのかと思ったんですが、ところがどっこい、先週までもう入荷待ちの状態だったんだそうで、たまたまあったのを買えました。すごいね。スペーシアの車内でお菓子食べながら帰りましょう。スペーシアは本当に素晴らしい。でももうじき引退です。
まあ、引退してもスペシア X っていうもっとすごいやつができるらしいので全く悲しくないんですけどね。値段はもう謎の安さだし、車内は謎に高級ですからね。なんで東部で旅行するのが流行らないのか分からない。いや流行らないとか言って最悪だな。流行ってると思うんですけど、もっと乗客がなんか東部を求めて列をなしててもおかしくないと思うんだけど。 JR のグリーン車に近いような豪華さですよ。テーブルは真鍮でしょ。これ周り違うかな。しかも使いたければ別にこっちを使ってもいいということなんですよ。本日は特急スペーシア HIN146 号浅草行きをご利用いただきましてありがとうございます。お菓子も開けました。こんな感じすげえいい匂いするな。なんか入ってます。心は温泉のようで痛い。どういう意味なのかな。なんかイギリス行ったらこういうの食べましたね。お酒と合わせて飲めるこういうのを作りましたということなんで、じゃあワインとかと一緒に飲んだらいいんですか、そうおすすめですねみたいに教えていただいたので、東部おちょっと鬼怒川温泉駅でワイン買いました。260円。これ3枚とワイン1本大体同じぐらいの値段ですから注意して食べておかないと。こんなゴージャスな車両に乗って2時間クーポンでもらったこんな美味しいクッキーを食べながらワイン飲みつつ浅草に帰るなんて喜ぶ人はいっぱいいると思いますよ。僕はちょっとあんまりお酒は飲まないようにしてるんでこれぐらいにしておこうかな。その後もう今日は温泉にたくさん入りましたからやっぱり完全に眠くなってぐっすりと寝ておりまして、目が覚めるともう越谷まで来ていました。ここ越谷ですよね。いつもとりあえず浅草で切符買うんですけれども、浅草じゃなくて北千住で降りようかなみたいな考え始めるのがこの辺です。どうしようかな、今日は北千住で降りようかな。北千住で降りるか浅草で降りるかって意外にね大体悩みどころになる人が多いと思います。最初から北千住で買っとけばもうちょっと安く多分乗れたんですけどね。まあ100円は値段変わらないんじゃない。いやこれが意外と乗車券が190円も変わるらしい。それは知らなかった。 IC カードで乗っておけばよかったですね。そしたら降りるときに精算ですから、あ遠くまで買いすぎちゃったっていうこともなかったです。今度からちょっと気をつけようと思います。でもそもそもそれ以前に動画の中盤でも紹介した日光マースとかを使ってフリーパスとかを利用した方がもっと今回は安く旅行できたでしょうね。まあ、その点は反省点です。あとは皆さんにお伝えしたいことは、今回は栃木県さんからの案件だったわけですけれども、栃木県本当にいろいろありますから、行って外れないと思いますので、ぜひ全国旅行支援の最中に皆さんも栃木へお出かけいただければと思います。本当にね頼みます。よろしくお願いします。ありがとうございました。